鳥居百八段の階段、侍坂老門三道部在天者奇襲東将軍は、和歌山県和歌山市和歌浦に鎮座する神社。江戸幕府初代将軍、徳川家康を神格化した、東将大権年と奇襲藩初代藩主、徳川頼信を神格化した南流大臣を祀る。元那7年に、徳川家康の十男である、奇襲藩祖、徳川頼信により南海道の宗鎮後として、 創建され、関西の日光とも称される。本殿はつて、ザ・ジンゴロ作の彫刻やかの単優作の伏前まえがある。東照宮は、西賀山に位置する。西賀山は、若浦湾の入江を眼下に収め、右手には、天の橋立てのような片尾波の差しが伸び、左手には北岸を見るまさに、扇のような位置である。西には、天馬宮が、東には、 玉津島神社が位置する。玄奈5年奇襲初代藩主として入国した徳川頼信により、東商大権限を祀る東初者として建立された。頼信の奇襲入国と共に計画され、玄奈5年紀行、玄奈6年に春工、遷宮式が行われた。貴族風土器によれば、境内は片八丁で、宮山周囲五十丁余りであった。現在は頼信も行使している。 かつての別当時は、天根王子。東照宮の霊祭は、現那八年に主向を凝らした、絢爛豪華な風流の祭りとして創始されているが、江戸時代には、国中第一の大祭であった。諸国から多数の見物人が来たという。明治以降も、若祭りと呼ばれて、大勢の観衆を集め、親しまれた。近年復興されている。 鬱蒼とした木々に囲まれた東照宮山道は成績が敷き詰められ、両側は低い石垣で区切られる。鍵の手で折れ曲がると急勾配の108段の石段にたどり着く。山道と石段の両側には、下心段が寄進した石道路が並ぶ。高台の南端には、楼門が南面し、その両脇に東西回廊が立つ。 高さ約2メートルの石垣により一段高くなった、社地北側には、空門と水垣、その奥には正面に拝殿、石の間、本殿を一つの建物にまとめた、権ン作りの社殿が立つ。かつては、社殿の右に、三重塔、左に、薬師堂があった。社殿の建築様式は、伝統的な和洋を用い、様々な彫り物で飾る。内外部ともに黒、黒 石室を塗り、複雑な組物や彫刻類には、極彩色を施し、土金の飾り金具を施す。代表的な江戸時代初期の建造物である。この豪華な社殿により、俗に、紀州の日光と称される。廃殿、石の間、本殿、唐門、東西水垣、楼門、東西回廊が重要文化財に指定されている。また社造の平安時代から、 江戸時代の刀剣十三ぶり、南蛮道具足、小袖産業が重要文化財に指定されている。若浦は、和歌山県の名称、史跡、並びに、国の名称に指定されている。奇襲当小宮奇襲当小宮の位置。ありがとうございます。